毎年恒例のタイムアタックデーには88台がエントリー。寒いのはいいけれど天候は下り坂？セントラル最速をかけた戦い CTAC2024、 おなじみの坂口良平選手を発見。ついていくと今日は2台の車に乗る模様。まずは堤優衣選手の代役を務めることになったフェニックスパワーのピットから FL5 シビックタイプ R でコースイン。この車はフェニックスパワーさんの FL5、シビックタイプ R FF ターボです。筑波でちょっと、乗る機会がありまして、でそこでちょっと感じたことをちょっとセントラルサーキットでもっていうことで、ちょっと今日、急遽ドライブすることになりました。車はね、本当にあの FF ターボで一番びっくりしたのが、やっぱりあのフェニックスパワーさんの ECU のセッティングもあるんですけど、もう2速は使わない。セントラルサーキットの最終コーナーってすっごくタイトなんですけど、そこも3速で回って3、4、5で走る感じの車なので、まあ、運転に集中できます。皆さんこの車前評判いろいろあると思うんですけど、結構ね曲がるんですよね。切り足しても曲がる位置があるんで、まあ、足回りとかすごくよくできてるなっていうふうに思います。でそれプラスちょっとやっぱこう見た目のドレスアップと、車高落ちて、まあ、ちょっとフェニックスパワーさんのやつはおしゃれにちょっとこう大人仕様みたいな感じですけども、まあ、シートも今日はノーマルで3点式で、まあ、サーキットに来てちょっと走って帰ろうかなっていうコンセプトの車なので、まあ、どれぐらい出るかなっていうことで、走りました、はい。結果は、1分25秒5っていうタイムで、それなりの成果が出たと思います。ちょっと制御の、ね、カット方法とか、いろいろガソリン粘結問題とかいろいろあったんですけど、まあ、なんかその辺も、まあ、自分も個人的にも分かってきたし、まあ、ちょっとデモカーなんでやっぱ走らないと分からないので、しっかり今回はデータ取れてよかったと思います。そのオンボード映像がこちら。ドライバーが映っていないのは残念ですが、ノーズの向きの変わり方を見ているとよく曲がっているのが分かります。5秒542。坂口選手、2台目は藤田エンジニアリングの FD3S RX7。 寒いですけど熱い戦いが待ってるんで、はい、まあ、年末年始ね、楽しいレースじゃない、この僕ら静岡ですけど、この時はこの時でまたチューニングカーのね、熱い戦いがあるんで頑張ります。僕も何度もこの車乗せていただいたんですけども、やっぱ RX7 って乗ると他にちょっとかぶる車じゃないというか、やっぱりこうアクセルオフした時のこのスムーズさとか、車のその曲がる感じっていうのが、このセントラルサーキットでも1周目でもすごいこう
新鮮な感じですね。未だにこう年式が経っても新鮮な車です。で藤田さんの車は基本的には軽量化がなくて、もうナビとかもついて、タイヤも、052っていうことで、まあ、21秒台今のところ出てます。最後スーパーラップちょっとあるんですが、ベストは20秒出てるんで、まあ、目指してちょっと20秒このラジアルの中で20秒切りたいっていう中でやってるんですけど、早くからアクセルを踏まないとロータリーエンジンっていうのは、まあ、個人的に自分も今 RX セット持ってるんですけど、やっぱすごくスロットルオンの位置を早くしないと、やっぱその美味しいトルクの位置に到達するのにちょっとやっぱりこう普通のレシプロエンジンとは違うんで、なるべくその早くアクセルを開けれるようなセッティングとかエアーズとかっていうのを、まあ、いつも試行錯誤しながらやっています。ちょっと3本目に、タイヤを新品に入れるかどうかっていうところで、まだ今日新品入れてないんで。ニュータイヤを履いてのスーパーラップ、果たしてタイム更新なるでしょうか。の自己ベストにはコンマ5秒届かず。藤田エンジニアリングからは RX8 も参戦。実はこの車両去年から、この CTAC にチャレンジしてまして、去年も自分が初めて、乗らせていただいて、でその時は、S タイヤ S050 の GS コンパウンドというのをその時初めて使用させてもらって、まあ、タイヤの特性だったりとかを、まあ、去年学んだこともあったので、1枠目からベスト更新することができて、そうですね、テクニック的にはやっぱタイヤをうまく使い切るっていうところに自分も合わせ込むことができて、今現状1秒ぐらいタイムアップできてます。でオーナーさんもその車自体もできる限り軽量化をしてもらって、約そうですね20キロちょっとぐらいは軽量化できたので、まあ、それも相まって今どん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 タイムが上がっているような状況です。5秒281。
コメントにもあったように過去ベストを1秒以上更新です。コンプリートスピードは ZC33S スイフトスポーツを持ち込みました。基本的にだからうち鈴木のサブディーラーなので、新車を買っていただいて市販パーツとうちのオリジナルパーツで組んで、どれだけサーキットで速く走れるかっていうのを試してるんで、一応お客さんもこの仕様にできるように開発してる車ですね。今一番最新がこの4ポットキャリパーですね。あとリアのサス丸々ですね。コイルオーバータイプですね。普通のノーマル形状と違ってコイルオーバーにした方がセッティングの幅が広がりますんで、今ちょっといろいろセットをスプリング変えてみたりとかしてるところですね。前回ちょっとテストの方させてもらってて、今回、キャリパーと、リアの足回りその辺が新しくなったってことで、前回ちょっとテストさせてもらって、でセッティング今回ちょっと変更させてもらって、それがどう当たるかっていう形で、そうですね、今回ただタイヤが間に合わなかったってことで、まあ、中古なんでその辺考慮してどんだけタイムを詰めていけるかっていうところで頑張っていきたいと思います。のタイムは1分26秒622、十分に速いです。ゼロファイターは GK5 フィット RS。 普段が鈴鹿サーキットの方のクラブマンレースという方に参戦させていただいている車両なので、ちょっとセントラルになかなか合わす時間がなかったので、なかなかちょっとセッティングに困っているのと、あと今日はちょっとタイヤの選択、コンパウンドの選択ミスが苦戦してなかなか大変です。極力コースのライン取りをきれいに取ってボトムスピード上げていって目いっぱいアウトまで使えたらいいかなっては思います。もともと奈良の方で部品、まあ、ホンダのフィットとかあとシビックとか のオリジナルの部品も結構マフラーとか展開して販売させていただいてますので、まあ宣伝アピールになればいいかなと、こんなにいっぱい来ていただいてる中なので。
1分32秒791を刻みました。ここからは CC 北城のバーテックスクラス奮戦ドキュメント。まずは熱い男のトークから。僕 FD は、平成4年から、ずっと乗ってまして、こいつが5代目。この車でもう19年。最初はね、あのチューニングフェスタとかあのレースばっかりやってたんですけど、やっぱタイムアタックに魅了されてずっとつくばを通うことに。それが2000年ぐらいからタイムアタックをずっとやってて、で西日本でタイムアタックがの文化がなかったんですよ。でこれはなんとかしようと、最初セントラルで冬に僕ずっと一人でタイムアタックやってて、それで仲間の FD がどんどん集まってきて、それでこれはなんとかまあシビックのトンさんがね、やっぱそういうことをやりたいとなって、それでつくばの連中を一回呼んだんですよ。呼んでここでタイムアタックして、そこからあの関西のタイムアタック文化が、ようやく始まってきたかなっていう。かっこいい、自分のかっこいい車をかっこよく仕上げて速いタイムを出す、それが、一番の楽しみ。この車をずっとリメイクして、で今年、去年からタイヤをね、東洋タイヤさんの方で、一緒に R888 の、テストを兼ねてやってます。今日は、050と、R888 の比較も兼ねてやってるんですけど、やっぱその中でも2016年に19秒1まで出してたんですけど、そこから全然更新できずに、今回はエンジンも、燃料系もかなりやり直して、なんとかベストを更新しようと、僕も57歳なんで、60までにもう更新して、まあもうこれで今シーズンでちょっと一区切りつけたいなと思って、ベスト更新してちょっとゆっくりしたいなと思って、今回にかけてきました、はい、その渾身の走りがこちら。イケてる時の北条復活か。5でベスト更新です。新設されたロードスターカップクラス注目車両をピックアップ。1台目はオーバードライブの ND ロードスター RF ですが、今回はスーパー耐久の ST4 クラスに出てる車をそのまま持ってきました。タイムはいくらぐらい出せばいいのか分かんないですけど、まあ26秒7秒は出ないといけないと思うんですけど、ちょっとまだ出てないですけどね。セントラル走るの自体がすごい久しぶりなので分からないですけど、やっぱり山区間のね、あの SG からのこうつながりが大事だと思います、はい、普段走ってる鈴鹿とか岡山とかに比べると路面のミューの違うのか、やっぱり足が硬すぎたんで、まあ持ってきてるスプリングとか持ってきてないんで、まあ、減衰とまあ、エアートだけで対応して、まあ、ちょっと足を柔らかくして走ればもう少しタイムは出ると思うんですよ。
というわけで、セントラルサーキットを走るスーパー耐久車両の起床映像です。7秒944、やはり S 帯車両は早かった。続いてはジュピターネットカーガレージの新たなデモカー。ロードサーカップ用に作った車で、今回急遽中西さんに、フルステージの中西さんに、CTAC 出てくれっていう話で、ロードサーカップの合わせたセッティングに052を入れて、タイムは今1本目走って30秒8なんですけど、まあ、2本目スーパーラップでできたら30秒切りたいなと思ってます。エンジンノーマル でコンピューターだけちょっとやってて、でサスペンションはうち あのコニーの車高調が入ってます。あとはまあオリジナルのホイール、東電のホイールが入ってるっていう感じですね。セントラルサーキット通いが定例となってしまっている西村代表、走り込んだ成果はいかに？8をマーク。こちらはおなじみ小畑さんのロードスター RF。 ハイカム、エンジンハイカムで、あとはまあ排気を普通にみんなつけてるようなマフラーつけてるぐらいで、まあ、デフが入ってて足がオーリンズの足がついてるぐらいのライトな感じの仕様ですね。今回羽つけたのだいぶちゃいました。アップデートを重ね、今シーズンのロードスターカップも有利に戦いを進めようという目論みの小畑さん、走りに注目です。
1分28秒996、28秒台に入れてきました。9秒台ぐらい入ったらいいかなと思って走ったら8秒入ったんですよ。朝3周目で8秒9で、その次の週でもうちょっと詰め入れてたんですけど、ミッションブローして終わりました。フルステージの中西代表は NB8C ロードスターで、今日のために実はハイカム組んできたんです。ハイカム組んで、なかなか部品ね、この後期の、ハイカムないんですけど、ハイカム組んできて、でパワー的にはね、まあ数字で言ったら10馬力ぐらいしか変わってないんやけど、もともと7000回転から上ってもグラフで言うとバーッと垂れるようなエンジンの特性がハイカム組んで、8000までバーッとパワーもついてきて回るようになったし、ずーっと5000回転から上は良くなって、おっしゃこれはいける思ってね。で火曜日にテスト来て、その時 Z3 でロードスターカップ走ってる、ほな、32秒3というベスト更新して、これをやったら、まあ、今日ちょっと052履いてるんですけど、これで一発で、絶対30切れるやろって意気込ん で生まれて初めてウォーマーをつけてね、ほんでそれもイーリー社長から借りたウォーマーをつけて初めて走ったら、もうタイヤが出た瞬間ぐらいにも垂れてて、でこのタイヤも初めてやし、ウォーマーも初めてやし、無理やんけってなって、必死のパッチで走ったけど30秒6しか出えんくてね、車はいいのにタイヤもうまくよう使わんくて、でほんまやでも朝一発走ってやめたら思ったけど、ちょっと天気もね微妙やから、でも今から2本目もう一遍行きます。いろいろチャレンジしたのですが、中西代表のベストラップは結局最初のこの枠でした。8はそれでも好タイム。さまざまな走行会、周回バトルでセントラルサーキットを走っているチューニングカーとドライバーが一堂に会するセントラルタイムアタックチャレンジは今回も盛況。熱いドラマがたくさん見られました。皆さん年間を通してしっかり走り込み、車を仕上げてこの日にかけています。